皆さんこんにちは。今日は木更津プレーパークの会の活動を紹介いたします。今回は南西小学校の自然観察会のお手伝いで田んぼの草取り作業をします。どうぞご覧ください。今いらっしゃる木更津プレーパークの人たちが、草をね、今日も田んぼの草を抜いてくれていますので、まずその様子をじっくり皆さんを観察してください。みんなもね、抜いてもらいたいんだけれども、今日は抜けませんので、みんなは観察してください。いいですか？はい。その後に、自分たちの観察をしてもらいたいと思います。ので、もう38度くらい入るの？いや、初めて持ってたね。大丈夫でしょ？ね、そこやってればね、手噛みつけな、疲れないから。教頭先生、ビニール袋あるですか？あ、ごめん、持ってない。気持ち悪いよ、違う。あれが。呼ばなかった、考えつかなかった、発想もなかった。ゆいちゃん一番深いところ。それゆいがもうお母さんやめてくれって。お母さん何やってんの。いかがでしたか。次回は、田んぼの草取りを中心に稲の育ちを、皆さんにお知らせしたいと思います。また楽しみにして待っててください。